なぜこんなにも美しいんだろう。何千年も何万年も変わらない時が静止したこの場所で、あんなにも温かく優しく僕らを待っていてくれている。僕らが全てを終わらせ未来を作って帰ってくるのを待っていてくれている。なのに僕はまだ、テイヤ、いつまでこんなことを繰り返せばいいのかな。アユタ、ごめん。そうだよね、僕らは全てが終わるまでもう振り返ることも立ち止まることも許されない。100人の子供たちが死に絶えるのなら、99人の子供たちを見殺しにしてでも1人を未来につなげる。私たちはそういう道を選んだのだから。ああ、分かってる。でもね、アユタ、終わりの時はすぐそこまで来ているのかもしれない。何か変化があったのか。いいえ、女の勘よ。勘かよ。何よ、何か文句ある？でもテイヤの勘はよく当たるからな。もし本当にそうだとしたら、いよいよだな。そろそろ行こう。みんなが待ってる。宴の始まりだ。アユタ。ん？私たちがこうして話をできるのは1万年に1回この瞬間だけだけど、私にとってはこの瞬間が何よりも嬉しい。僕もだよ。こうやってお話しするのは何万年ぶりかしら。レイヤー、
なんとか潜入には成功した。赤い大将の高塔はもう少し上の方か。ナーパルの奴らいつの間にこんな巨大なものを。確かにこれじゃあ牢議会の連中が騒ぎ出すのも無理はない。こいつが破壊対象の報道か。画体は悪くねえが、見かけ倒し、速攻で片付ける。言っとくが手加減なんかできねえからな。その身に宿る狂気を。そんな攻撃言っとくが手加減なんかできねえからな。入った。舐めるな。叩き潰す。で、立ちふさがるのであれば終わりだ。
白くねえな。最近はどこも飛び道具に頼りやがって。さてと、辺りが騒がしくなる前にとっとと帰らせてもらうか。ビーグ、逃げてても拉致が開かねえ。始末した方が早そうだ。だな。こいつをバティたちのところに連れ帰るわけにはいかないしな。久々に一緒にやるか。当然だ。行くぞ。油断するんじゃねえぞ。
言っとくが手加減なんかできねえからな。で、死にたい奴はどいつだ。その身に宿る狂気を。グライスキー、築地市。名前は覚えといてやるから安心して眠りな。寝起きにはちょうどいい運動だったぜ。こいつらは一体何なんだ。こんな獣噂に聞いたこともない。ま、外の状況も大体つかめたことだし、一旦戻ろうや。ああ、バティたちも心配だ。よかった、無事で。おいおい、愛するお父様への心配はなしかよ。お父さんが無事じゃない姿なんて想像できないわ。で、外の様子はどうだったの？一面白銀の場所に出た。俺たちの国じゃないことは確かだ。確か北の方にはそういった地域もあるって聞いたことがあるけど、ここはどこなのかしら。気をつけておかなきゃいけないのは、奇妙な獣がうようよしていたことだ。結構凶暴な奴らだったぜ。腹が減ってるとか関係なしに襲ってくる。かいくぐる必要があるかもしれない。バディ、お腹の子は大丈夫か？ええ、今のところ大丈夫そう。いずれにしても気をつけろ。何かあってからでは遅い。お腹の子のためにもこんなところ早く出なくちゃね。いつ生まれてもおかしくない時期なんだから、ここで産気づいたら大変よ。ええ、それだけは避けたいけれど。とても嫌な予感がするの。